ートレース玉川第18回日刊現代杯5日間開催の初日、中盤戦が続いていきます。第6レースの予選が始まりました。このレースはコース争いなく確定スローダウンで 1,2,3,4,5,6 の流れとなっております。スタート1分前、高枠1号艇東京多田雄介です。今日のオープニングカード参考戦は1マーク外前から2マークはうまく差しさばいて2着に入っております。東京勢2人目、2号艇川口隆久、今年は3月の桐生と先月のガマゴーリで優勝をしております。3号艇川北弘隆、近況予選は安定しておりますけれども準優が一つ壁になっています。4カド戦4号艇高塚誠一、フライング一本持ち、勝つたびに歴史を塗り替える男、今日はこのレースのみの出番です。5コース5号艇野間大輝、2レースは道中3番手争い、2周2マーク差しさばいて3着、1番外6号艇渡辺雅史、前節折下博則選手が優出した赤プレート55号機をゲットしています。枠なり3対3、第6レースの予選、人気は3番の川北から1番多田、2番川口へ、123ダッシュ456さてきました。センターアウトデーが好スタートを決めていきました。3号艇の川北が早速仕掛けていきます。さあ1号艇迎え撃つ多田が先に回りますが、3号艇まくり出しから川北、さらには5号艇もまくり出してきて最内に展開、6号艇渡辺、スタートは前提正常でした。ダブルのまくり出しなんですが、5号艇の野間の方が少し前ですが、へさきかけている3号艇川北、ここトップ争い、あとは最内から6号艇渡辺も進出、あと1番2番4番です。2マークですが、3号艇の川北いって5号艇 V 際を一突き、5号艇の野間です。5号艇3号艇トップ争い続いています。インコース5号艇の野間、アウトコースが3号艇の川北、時計前では外3号艇川北が少し届いていますが、5号艇が船を合わせていきます。2周の1マーク、5号艇の野間に対して3号艇の川北ですが、ここは追走まで、そして3番手くるっと運んだ6号艇渡辺、その外1号艇多田となっています。トップ単独5号艇野間、2番手が3号艇川北で3番手争い、6号艇の渡辺と1号艇の多田、現在はインコース6号艇渡辺の方が3分の2停止に出ています。2周2マーク、5号艇野間から3号艇川北、3番手6号艇の渡辺、1号艇多田ですが少し膨らんでしまいまして、上位体系は5番、3番、6番で最終周回へと入っていきました。1周1マークはダブルのまくり出し、5号艇の野間と3号艇川北ですが、現在5号艇野間が先頭です。3周1マークをトップで回ります。続いて3号艇川北弘隆、3番手6号艇の渡辺雅史、3周バック上位体系5番、3番、6番、その後ろ1号艇多田、2号艇川口、4号艇の高塚と続いています。ラストコーナー旋回体制です。後輩と演出です。5号艇の野間大輝、初日は3着1着のゴールということになっていきそう。3号艇川北、6号艇の渡辺が続いて、上位は536、先頭5番野間5輪、3番川北5輪、6番渡辺5輪の後ろ1番、2番、4番の順で5輪。以上、第6レース予選競争でした。